の駅流氷街道網走来ました。駐車場、道の駅の裏側から出て見た景色、海、穏やかです。網走川、向こうに見えるのが博物館じゃない本当の網走刑務所です。で、橋があります。で、ここに来ると刑務所で作っているお土産品を買います。これが本物の網走刑務所です。で、周りは川で囲われていって、橋を渡らないと逃げていけない。正面、反対側に刑務所作業製品展示場があって、木工品とか陶芸品とか結構質がいいものでお安く買えます。網走刑務所作業製品で遊び尽くす大人の夏休み。50年前の受刑者が植えたカラマツを現代の受刑者が山から切り出し加工した網走刑務所監獄トーチ新発売。なんだトーチ。焼き物買ってみました。本当に普段使うやつで飲みやすいようなやつかな。470円だったけど普通の湯飲みで、中にちゃんとこういうやつ説明の紙とかも入っています。もう一つはちょっと変わったやつがあったんで、これは端に縁に羽根ついてて持ちやすいっていう、まあ年取ってきたらもちろん薄い方がいいよ。軽いんです、ごい軽い。これも入っています。道の駅メルヘンの丘メマン別に来ました。お隣には食べるところもあります。ドッグランあり、あったドッグラン。駐車場はこんな感じで結構人が多くて派手なイメージ。桜ブタクシー1本300円、結構並んでる。なかなかお猿のいる道の駅はないかと思いますんで、決める！よいしょ！ホルモン焼肉丸商、北見に来たらここでランチ食べます。いつもミックスホルモンランチを食べるのですが、今日は品切れです。飲み物フリードリンク付き1100円のサガリ定食とジンギスカン定食にしました。道の駅御根湯温泉来ました。道の駅の横にはお店があります。カラクリ王国、カラクリ王国、カラクリ王国で生牛乳飲み放題とかってあるんだけどさ、パパ、生牛乳って牛乳生じゃなかったら何？豆乳とか。ああ、そういうくくり？すごい沸かしてあるとかいう意味。加工乳か生牛乳、生乳っていう意味かなと思うんだけど。いや、イメージの問題だよ。道の駅を突っ切って裏側に行くとからくり時計、北キツネ牧場、右側に山の水族館があります。わあ、すごいひまわり咲いてる。北キツネ牧場行ってみます。北キツネ牧場行きます。到着しました。北キツネ牧場奉納稲荷神社、いらっしゃい。上料大人500円、牧場入り口入っていきます。狐に食べ物をあげないでください。話し飼いの狐っていうか、私たちも身近だよね、狐ね。そこら中に行って庭ね、横切ってるからね、うちのね。ここの狐はすごく慣れてて、もう犬みたい感じなんだよね。ペット状態。小狐ハウス。わあ、ね、
中に生まれたばかりの赤ちゃんキツネ。でも大きいよね。はいはいはい、カリカリカリ。放し飼いになってます。どんどん近づいてくる。タヌキもいる。痩せてるね。はいはい、お客さん来てますよ。ちゃんと営業して、営業、はいはい、いいからいいから、営業、はい、いってらっしゃい。はい、ちょっとお年を召してるのかな、このキツネ。あら、中途半端な毛代わりじゃないですか、ちょっと。あららら、らキツネ、うようよいます。かゆい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 、パサパサ。なんか今人が来たら動き出して、ちょっと営業だから、営業、営業してるって。そう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 。キツネって木に登るの？ひょろひょろひょろって登っていってるね。早い。はあ。木に登っている。キツネって木の上にいるの？いやいや。降りた。よくみんな「キツネ見てかわいい」とかって言ってるけどさ、言えない。かわいいかこれ。お客さんの方行って、はいはい。無視。多分ご高齢。さん、はい、どうもこんにちは。はい、ご苦労様です。冬だともうちょっとふさふさしてね。そう。可愛いんだけどね。今夏だからほっそりしてちょっとなんか可愛いって感じじゃないのね。尻尾ももうちょっと冬だとほね、ふわふわしてふわふわしてて、はい、キツネさん、ペンフルとかね、チップあげないとダメか。あげられないんですよ、チップ。あ、若い感じ。たぬきさん、でもさ、私たちここ500円払って入る意味あんのって、そこらに行けば家の周りにいるんだけどさ、なんで揺れる。変なやつだっていう目で見てる。変なやつ来た、困ったわって言った。はい、なんか猿に近いんですか。本当だ。これ何？おひねり。おひねり入れるの、ここに。お狐様だから。本当だ、お賽銭入ってる。いたら手を洗ってます。木彫りとツーショット。木彫りの熊があるよ。いくら？131万2500円。税金。うん、はあ。親父、51万円。親父。33万円。おお。まあ、買っていくか。75万円。玄関の奥の玄関。オンネユ温泉、キツネ牧場から600メートルぐらいのところに無料の足湯があります。足湯入ってみます。ああ、ビニールで囲われてる。入ります。
だ、うん、すごい硫黄の匂いするね。すごいね、温泉が本物の本当の温泉、すごい匂いって感じね。ここここ足湯、周りはすごい広い、誰もいない。道の駅トーマー、一気に旭川の方に向けて走ってきました。今晩はここ旭川のカレーの力さんでカレーを食べます。帯広のインディアンカレーに近い感じかな。北見玉ねぎを使ったカレーライスです。今日は森のスパ、カグランのお風呂に入ります。ここは大人650円でちょっと高めなんですけど、お風呂が13個あっていい感じで楽しめました。うん、よかった。今日はどこで道具休憩ですか。道の駅旭川、まもなく左方向で道の駅旭川。あ、ここ1回練習したことあるね。あります。結構コミコミ、どう。あ、今夜の8時15分ですが、もう結構ここ結構いつもびっしりだよね。街の中って意外とねないんで、なぜかここキャンピングカーの人たちが多いんだよね。なぜだろう。スポット、なんかさ、結局どこに置いても同じような感じなんだけどなんでこんなに迷うだろうね、いつもね。道の駅旭川、今日はここで本部休憩です。